が高いからだし、あのね、あこんにちは、あみ緑が先ほど申します。はじめまして、よろしくお願いします。あのね、一応ここでこの動画ね、未成年、子供の方ねに対してね作ろうと思ってるんだけどね、そうね、あまり学校とか未成年の人ってね、未成年20歳かね、先生の人付き合いってお父さんお母さんがいたとしてね、例えばいたとして、でその他になんかね、その学校の先生、親戚のおばちゃん、おいちゃんおばちゃんして学校の先生でなんかテレビかなんかか YouTube かか知らないけど、そんな人とかとしかし人間はっきり知らないと思うんだよ。でね、YouTube どんだけ見られるか知らないけれど、やっぱね、知らないと思うんですよね。でね、子供、未成年の人はね、その、自分の人生幸せに生きていくためにね、どうするかっていうと、まずその頃はさ、まず受験とか言われるよね、なんかその、まあ、高校受験もあったかもしれんけどさ、私ね、結局、仕事をすると思うんですよ、大体の人が。仕事をする上でね、一番大切なことはね、やっぱその、仕事を仲間同士ね、同僚との方とね、コミュニケーション力なんですよ、大切なことは。で、意思疎通をね、うまくすることね、それが一番大切なんですよ。だから言葉遣いとか大切なんですよ。態度とかもなんですけどね。それ分かってるんだろうけどね。それを養うためにどうすればいいかって私は思うんですけどね。やっぱり高校生のね、時の男女関係とかね、そういうのになって、もっと若くて若くてもいいんだけどね。男女関係とかね、あと、友達付き合いもそうだけど、そんなの大切だと思うんですよ。で、なんかね、そこ、なんかね、まあ、恋愛にしましょうか。恋愛ね。ありがとう。恋愛のね、ドラマとかもあるか知らんけど、僕は、恋愛のね、やっぱテレビじゃダメなのよ。自分でさ、男の子が女の子がアタックすることね、そんなことをやっぱね、やらないとね、やっぱ人生開けないよ。受験じゃ寂しいよ、受験で就職して、なんか、お金は生活はできるけど、なんか、結婚できないとかじゃ寂しいよ、やっぱり。でね、やっぱね、東京とか大都会とね、地方で違うけどね、やっぱりね、なんかね、恋愛って、恋愛って、例えばね、いいなと思った女の子にね、なんかよくね、こう言うと思うんですよ、なんか、節度を持ってとかいうのを過剰に言われてるのに思うんですよ。それも、ある面いいけどね、それがなんか、変に意識が強く意識されてね、良くないんじゃないかと思うんですよ。だよね。やっぱり映画とかでも描き方もそうだけどね。私がそうだったやんか、電話番号女の子に教えてね。いきなりね、電話番号教えてくれるわけじゃないって言い方するでしょ、でも実際そうじゃなかったじゃんか。いや、私があなたにね、電話番号教えたりって言ったら、あなたもう、初めからね、本当に電話番号教えてたじゃんか。で、私初デートでさ、私の部屋に入ってきたでしょ、
でさ、そんなこともあるわけよ。まあ、ないかもしれんけどさ。だけど、やっぱね、なんか、私ね、その前にね、デートして3回目にね、なんか、もう踏み入った話してていいとこ悪いかしらんけどさ、関係持つとかそういうことをなんかこう言ってんのね、なんか映画とかでね。まあ、それはいいんだけどね、その話はいいんだけど、つまり、人間ってね、人付き合いしないとね、楽しくもないしね、なんていうかな、生きがいもないしね、ないんだろうけどね。なんかね、やっぱ人間関係が元になってね、人生が発展していくわけであってね。で、一番いいのは恋愛体験を積むことだと思うんだけどね。だからね、私ね、恋愛でね、一番大切なことはね、アタックするときね、あれがね、まあ、明日あるからいいやじゃね。絶対ね。女の子はつかめない男、女の子はつかめないよって、そういう哲学持ってんのね。で、それは本当だと思うのね。それは就職の時も同じよ。就職活動でね。また今度行けばいい、今度の会社行けばいいやとか、それも違うと思うのね。そういうものだと思うね。で、受験も同じなのよ。やっぱりね、なんかね、合格した人はね、やっぱりね、回答ね、思い切ってこう書いたっていうのがやっぱあるのよ。それで合格したっていうのが、ほとんどなのよ。でね、やっぱね、ひらめいたことで、パッとね、行動として、もう返したこと。で、この女の子がいいと思ったら、もう、パッとさ、もう好きですって言うことね。と、私そう思うよ。うちうちしてちゃ、もうなんないよ。と思うんですよ。早いかもしんないけど、やっぱそのくらいの強さを持たないとダメなんだよ。で、それ、私、間違ってます？私はそう思わないけどね。今優しい子多いな、多いから、すごい子もおるんだろうけど、知らんけど。基本的に私はそういうなんかね、チャンスは一回だけと思うよ、なんかなんだろう。そしてその関係できたら、あとはうまく、奥さんね、とか、彼女のね、女の子がね、うん、男に対してもそうだけど、うん、あら探しちゃダメね。あら探しちゃダメよ。いいとこだ、だって、さっきは埃が出てくるんだからさ、うん、いいとこ見ようとしないとね、そうしないと、何も関係うまくいかないよ。で、夫婦関係もそうよ。別になんか失敗してなんか不倫とかなんかっていう話こなしていいかわかるけど。だからだってもういいとこ見ないとね、なんかね。こうなんか、毎日洗濯してくれるとかね。ご飯作ってくれるとか、弁当作ってくれるとかね。ね、買い物一緒で楽しいなとかね。そうなんか、そういいとこ見ないとね。で、一緒にこう話してくれるとこもいいとこだよね。付き合ってくれることね。ということで、説教してるんだけど、なんか、私はそう思うんですよ。私の言ったことはそういうことなんですけど。そうね。あと、そうね、あと、幸せなね、結婚生活はね、年収とは関係がないということね。やっぱりね、5年だったら考えよう。いや、そうじゃなくて、私今この番組作ってるのね。ね。やっぱりね、そのことね。そうね。だから、もうそう思うんですけどね。じゃあ、終わっていいですか？こういうメッセージです。あ、そうそう、最後にね、これを言わなきゃ嫌だったんだ。あのね、
やっぱりね、うん、普段ね、うん、一番役に立つ勉強はね、勉強よ。勉強するんだったらね、うん、本は勉強じゃないけどね。読書はいいよ、読書が。そうね。私、読書いいと思うよ。一人でできるし、うん、自分で好きな時に、いくらでも聞かれるしさ、うん、なんか気ままにできるし、あれはなんかあの、本を、読書は勉強じゃないよ。あれは遊びだよ。でね。で、なんか別に難しいこと読まなくてもいいんですよ。なんか何でも家になんかあるでない、あるかな、知らん、あるんかな。で、それでなんか、今電子書籍とかあるでしょ。で、それでなんか、読めばいいんじゃないの。それで、本はさ、やっぱちゃんとさ、そう、起承転結で書いてるからさ、ちゃんと辻見立てで書いてるから、多分入りやすいんじゃないのと思うんですけどね。本を読もうと、うんうん。じゃあそれで終わっていいですか、うん、ありがとうございました。ノリコワでした。おやすみなさい。